昭和41年台風第24.26号は1966年9月25日に相次いで日本に上陸した台風。この2個の台風は互いに影響し合い、西側にあった台風第24号は速度が遅く、東側を通った台風第26号は非常に速い速度で北上した。特に台風 第26号による土砂災害が顕著であった。新ロズ1966年9月16日9時に、テニアン島の西南西の海上で熱帯低気圧が発生し、グアム島の再海場で台風第24号となった。台風は比較的ゆっくりした速度で進みながら、 23日15時ごろに南西諸島付近を通過して沖縄本島に最接近をし24日15時から25日0時ごろには大隅海峡を通過25日10時ごろ高知県秋市付近に上陸したこの際周辺線の活動を活発化させて西日本で大雨となり宮崎県では期間降水量が300ミリメートルを超えたところも あった。その後台風は勢力を弱めながら、近畿地方北部、能登半島付近を北東に進み、25日21時に、佐渡島北方で温帯低気圧に変わり、9月28日21時に、エトロフ島北西の海上で低気圧に吸収されて消滅した。新路図1966年9月22日9時に、サイパン島の東北島の海上で、 熱帯低気圧が発生し、同日21時に、マリアナ諸島近海の北緯18度2部、東経147度6部で、台風、第26号となった。台風は発生当初から時速50キロメートル前後の、高速で北上し、典型的な放物線上の経路をとって、台風、第24号より先に25日0時頃に、 静岡県尾前崎市の西方に上陸した。その後は時速7 0トル以上の速度で進み、25日9時に三陸沖で温帯低気圧に変わった。この台風により静岡県尾前崎町で最大風速秒速33.0メートルを観測するなど、東北南部から静岡県にかけて最大風速20秒速30メートル。 最大瞬間風速30秒速50メートルの暴風が吹いた。また、静岡県北部から山梨県にかけての山間部と栃木県北部の山間部では、1時間に60から100ミリメートルの大雨となり、期間降水量も200から400ミリメートルに達した。台風24号は西日本一帯に豪雨をもたらし、各地で浸水が発生した。また、 前線を刺激するとともに、台風、第26号の進路にも影響を与えたことから、間接的に東日本にも影響を与えた。台風26号は、東日本一帯に豪雨をもたらし、静岡県と山梨県では大規模な土石流や、河川の急激な増水により死者が多数出た。中でも、山梨県南鶴郡、足和田村など、富士山の山麓では、 被害が大きく、道村では、根場集落上部の山腹斜面が崩壊し、土石流となって、集落の7割が流出して、死者、行方不明者は94人を数えている。この台風による災害は、足和田災害あるいは足和田土石流災害などと、呼ばれている。山梨県内の死者、行方不明者は170人以上となったほか、関東地方や東北地方でも、 河川の氾濫や強風による、家屋倒壊により、多数の死傷者が出た。また、台風24号、台風26号の二つの台風により、波浪が発達。静岡県富士市吉原海岸では、防波堤を超える波浪により死者13人、負傷者64人の被害を出した。両台風による被害は、台風26号を、主として、死者238名。 行方不明者79名、負傷者824名、重家全壊2422棟、半壊8431棟、床上浸水8834棟、床下浸水42792棟となっている。ありがとうございます。